38度らしいよ。朝テレビで言ってた。うわマジで、学生最後の夏がこれかよ。でも予備校クーラー効いてるじゃん。冷て。いや勉強も勉強でなあ。ならさ、花火行かない？え？花火。花火？ちょうど今日だし、どう？そっか、花火ね。去年は人混みがやばかったかな。なら私んちは？部屋からめっちゃ見えるから。マジ？マジ。花火ね。ねえねえ、いいじゃん、ちょっとくらい羽伸ばしても。まあだな。本当？やった！浴衣着て驚かしたろ。それ今言っちゃダメじゃね？え？あれ？来たぞ。空いてるから入って。じゃーん、新しいの買ってもらったんだ。かわいいでしょ。どうどうどう。いやー今年も人すげーわ。それよりほら浴衣。あ、あー似合ってる似合ってる。よしっと、お邪魔します。え？あれ？おかしいな。想像ではもっとこう、綺麗とか、可愛いとか。おーい、何ブツブツ言ってんの？なんでもないから、ほらほら。押すな。お茶入れてくる。おい。お待たせで、何それ。たこ焼き。あ、ああ部屋がソース臭くなっちゃうじゃん。もう、あ、あ、うんうん、たこ焼きうまうま。最後の一個。おお、すごい人集まってきた。マジ？そんなに？うん、去年よりいるかも。あ、おお。ちょ、二の腕柔らか。やめ。やったな、おい。うわ。お返しだ。ちょ、どうだ。くすぐったいから、やめて。すげえでしょ。いや思ったより全然近かった。
夏純